まあどちらかというと先端さんの方が怪しいです。そうそうそう。ただ僕はスキップに入れてるので。はい、ということで、今日は8周年記念ということで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。実況を始めて8年目。これからも頑張っていくぞ。内棒。内棒で。内棒。ありがとうございます。ナイスなボタン。いやナイスナイス。アメネコさんだけ右にいるのがちょっと。あとちょっとでピカクロさんやれたのにな。変えてほしい。あおま。あ怖いわ。今のうちにピカさん入れとくね。そうしたら。右ってそういうことか。メイン脇ですよね。入れます。あ、これみんな祝ってくれてるということ。あ、そうですそうです。今日やっぱり今日先端さん8周年の日。8周年おめでとうございます。おめでとうございます。うさんおめでとう。あ、これいやごめんなしごめん。投票してないよね。ああ。まさかね。いやまさかね。おめでとう投票してないよね。これ先端さんの格好してないやつはもうダメですよもうこれ。あ、うわぶね。高野さんの一票が誰かを救ってる。あぶねえ。おめでとうみたいな言われることほぼなかったからちょっと油断してた。あぶねえ。おめでとう票のこと忘れてたわ。何も考えず言っちゃったわ。結構長めだな。黄色緑おめでとうキルしないで先やって中央行こうか。うわ怖い。素晴らしい。ナイスやるやないか。先端さんボタンですこれ。おめでとうございます。ありがとう。本当のおめでとうね。本当におめでとう。でもこれ本当におめでとうボタンも今におめでとうございます。ああ確かに。ああ確かに。今におめでとう。小説ある小説ある。待って流れ早い。いやもうわざわざね。あっオーマイガー。先生。いやいや。あれ先生人気あるなやっぱ。ありがとうございます。じゃスキップ。てかさ自分スキップして。ちょっと待って。マジ？なんで僕だけなのスキップ。隠しろでいいっすよね、これ。自分。なんか最近みんな殺意高いよね。僕だけとか、そんなことある？本人が一番喜んでるからな、純粋に関しては。追放されて。9人村始まったな。完全に今なもう追放されに行ってたからな。水色緑黄色水色緑黄色すげえやばそう。なんか押しに行ってんだ。にしたいか。はい。うい。行ったな。はい、バイタル見てて20秒前にはもう2人とも死んでました。なるほど。じゃあ柿さんは多分左側で死んでると思います。20秒ちょっとくらい前に僕武器庫で柿さんと一緒になって停電を直したのが停電が直りました。キッチンにいるとき柿さんとで2人で展望に直しに行こうとして一緒になりました。でね俺プテさんは右だと思うんだよな。あですよね多分ね。メインこれ停電直したの僕ですよ。本当ですか？はい。オッケーです。あ、僕目線ですけど、エルちゃんも直してるってことかな。直してました。はい。どこアメリカから貨物輸出ですよね。貨物です、貨物。うん。記憶が正しければ多分センターさんの目撃してて、停電2回目の停電の直前ぐらいにアーカイブからシャワーの方に走って抜けてるプテさん見てる。その後多分メインホールとかに抜けてんじゃないかなって感じ。ああ、そうなんだ。ああ、だと思います。うん、そうだよね。だから僕がさっき言ったメインならそれ、うん、そうだろうなと思う。なるほど。だからピカ君視点僕無理じゃないだから。20秒という情報が正しければ多分。あと20秒前ではなく20秒以上前なので一応補足してます。あ、じゃあ右にいた人教えてほしいですね。はい。最初はエンジンだけど20秒前ということでは右にいました俺。アベレージさんは貨物でしたよね。20秒前ぐらい多分。アメネコさんと結構一緒にいて、で僕結構怪しい位置だと思いますなんで。あ、いや、多分ね、柿さんの方が絞れると思う。左の方が少なそう。だから多分右にいた人を教えてくれれば。右は、アメネコ、アベレージ、ピカクロスですね。俺もいました。ピカクロスさんが停電。あ、どこにいたあれ俺、貨物にいましたね。貨物のどこにいました？停電直した時に貨物にいました。1回目、2回目です。あれ僕も、あれ、じゃあ僕のことを見ている？いや。あれアメリカさん2回目って貨物でしたっけ？停電が治った時には生きてました。停電を直しに2人で展望の方に行っていてって感じなんで。その後、安倍さんとすれ違ってるんだけど、俺の記憶。どこですれ違いましたっけ？なんだっけ？どこだっけ？あそこ。東証室はどこで死んでるの？東証室。アーカイブね。僕はボタン押せません。はい。寝坊？アベレージさんとどこで見てます？エロちゃん。すれ違ってる。アベレージさん覚えてます？アーカイブですね。あれ、エロタだっけ？なんか、ピカクロスさんと、シャバー室だかアーカイブら辺で、停電したあたりで、上に登っていくの見えて、で、僕最後、メインホールの除染室いましたね。それって1回目の停電が治った直後ですよ、多分。1回目でしたね、それ。1回目、間違いなく1回目。1回目か。了解です。うん、じゃあ2回目がごめんなさい、エロちゃんだ。うん、多分そうだと思う。まあ2回目の停電の時にそこにいるんだったら多分無理。だからアベレージさんも見てるんだったらいいわ。左側の柿さんのインポスターがいるから、アベレージさんとエロちゃんのインポスターは僕は見ないので、僕の見逃しですね、多分じゃあ。東野さんと先端さんは東野はバイタル情報出してて、20秒前はバイタルにいます。僕はアーカイブ、シャワー、メイン、エンジン、宿舎、昇降機、ミーティングボタン押しです。全員本当だったら、左誰もいないのか。あ、僕容疑者に入るかな。左と経理。まあ僕目線だけど、先端はどっちもやれる位置かなって見える。そうですね。死体消しも一応多いです。ありますね。あれもさ、柿さんキッチンからどっちに向かってました？なんかセキュリティ側なら。ああ、武器庫。多分。ただ、武器庫ではぐれてるんで、その後セキュリティに行ってるかとかは分かんないけど、左寄りか下寄りなのは間違いないですけど。僕がミーティングごめんなさい、そうか、ミーティング宿舎前金庫室まで行っていて、柿さんを見ていないからコックピットか、まあコミュニティのダウンロードかセキュリティの方に行ってるかもしれないですね。僕より先に走ってたイメージなんで、アルマ君の情報が正だったら東野さんが1偽装してるか、先端の2択なんだよね、僕ほぼ。うんで、実践でもそうで、まあ僕が切ってる可能性もあるから。で、僕がそのコミュニティ僕より先に柿さんの方が武器庫の上に行っているのを見ていて、で僕はエンジンの方に行って見てないから、柿さんは左で死んでると思ってて、コックピットかコミュニケーションで死んでると思う。もう一回押します？僕は押したいかな。だから僕は押しますって感じですね。話したいんで。僕昨日夏目先生つった時のスキップ僕なんで隠しろです。唯一。スキップは黒くないですか？東野さんが多分優先順位高いかな。東野さんか、まあ僕かな。僕が一番優先順位高いかな。鶴客観目線。うん。足んないから。肥料来ちゃうのが一番まずいけど。はい。ああ、奥見ればよかった。ごめん。ミーティングですか？ミーティング。ミーティング。でね、誰が上がってたかな？最終位置聞いていいですか？センターさん不況でしたよね。はい。アルマ昇降機右で停電直してます。トウヤがラウンジです。アベレージカメラ見てて、貨物室の上側に上がる、なんか丸いハムスターのペットを持ってる人いますか？あ、それトウヤさんか。はい。あ、それトウヤさんか。じゃあエロちゃんしかないじゃん。アルマさんどこでしたっけ？あ、僕昇降機右で停電直してます。アルマさんラウンジの上側で合ってるので多分合ってると思う。右側で。停電他直してしないですもんね。アメネコさんは直してなかったはずだから多分。ミーティング上がって。そうですね。ボタンって言ってましたね。僕。エロちゃんも証明できます。アベリーさんがキッチン一緒に置いてるんで。あ、エロちゃんじゃないんですか？じゃないです。じゃあ迷宮入りだな。完全犯罪だね。すげえな、マジか。誰が犯人だ？完璧な反論されちゃったね、今ね。とりあえず、ヒカさんの音2個聞こえました、皆さん。あ、いっぱい聞こえました。ヒカさんとアベレージさんはもうじゃあ白になりますね。右のキルの容疑者がエロちゃんだから。ああ、なるほど。右キルがエロちゃんだから。僕とトウヤさんとアルマさんで。その3人の中に1枚いますね。3キル。あ、ダブルキルですね。僕ちょっとトウヤさんに聞きたいのが、その20秒前にバイタルについているまでの経路を聞きたいですね。結構あのターン長かった。経路はメインホール脇で4人ぐらいいて、で電気室のレバーを下ろすタスクを一通りやった後にセキュリティのカセットテープのタスクをやってから診察室です。それだったらトウヤさん視点アルマさん怪しいんじゃないですか？いやまあ普通に容疑者ですよ。まあ、ただアルマさんは僕の20秒前っていう情報に対してすぐに目撃証言を落としてくれてるので、まあ、どちらかというと先端さんの方が怪しいです。ただ僕はスキップに入れてるのでそこはもう固くなにあれなんですね、だから夏目先生と2浪だったら入れてないっていうの主張が取れますけど、まだ1票のスキップでだいぶ要素取れないから、僕めっちゃ入ってて夏目先生釣られてって感じだったから、3票、6票、1票でしたから。夏目先生、クルー前提がいいんじゃないかなと思うんですよね。それは絶対クルーでしょ。だってあれは、釣りたいよね。ああ、でもボタン押してもらえるとちょっとあれだな。ガイナーは使わんとこ。タスク終わったよーんってボタンです。おー、素晴らしい。なんでまあこう投票とかできするために一番僕がアルマさんは情報だし、トウヤさんは、バイタル出しなんで僕ってなると思うんで、ちょっとあえてこうスキップのことをちょっと強めに主張しておきます。いや僕シンプルにトウヤさん疑ってるけどな、なんか結構あのターン長かったとは思ってるんですけど、20秒前でバイタルを見ていて、それより前の30秒くらいだと思うから、多分それくらいの時間で停電のエレクトリカのレバー全部下ろしてカメラのビデオまでやる、かなり多分1分くらいのやつできないと思うんだよな。1分半も経ってないしな。まあちょっと実際にやったのでやりましたとしか言えないんですけど、はい、どうだろうな、バイタル偽装って話になるんだよな、そうなると。そうですね。バイタル偽装。いや、偽装してないくて真実言ってるだけかもしれないですよ。自分で殺して、20秒前とか。まあそうですね。まあなので、キッチンからどっち行きましたって聞いたのは、セキュリティ側に来てれば、まあ普通にトウヤが切れる範囲かなって思ってて、っていう感じ。あ、カキさんが最終。そうです。だ僕がそのエンジン本に抜けたタイミングで、もしかしたらカキさんがアドミンを見て、なんか、孤立してるところに向かおうと思って下側から回っていったって可能性も別にあるっちゃある。瀬田さんどういうことでしたっけ？僕はアーカイブ周辺で水色、緑、黄色を見たかな。確認してます。大丈夫です。大丈夫です。ダウンロードやって伸びてます。はい。いやだから僕、東谷さんが右側にいるのに誰からも目視されてないっていうのが一番引っかかってるから、右側あんな人いっぱいいたのに。一応つじつまは合ってはいますね。東谷は電気室らへんの情報を割と早めに出してて、そこから他の人が後乗せいろいろ情報を出してて、誰とも被ってないので、証言的には全く黒くないと思います、東谷さんは。あれタスクの確認したいんですけど、終わってない人、はい声が残ってます。全然終わってない、全然終わってないです。マジか。 OK です。とりあえずタスクそれ待ちかな。うん、そこで終わらせます。頑張ります。ボタン残ってる人押してほしいです。なんか僕しか聞いてない、聞こえてない。あれだけでもよかったな。電気室におばさん764か。グレーさんは大丈夫。オレンジポチポチポチポー、ぐちゅ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 。階段登る音出したくないな。死んでもいいから遊びに行くか。アドミンです。あ、死体ですか。なるほど。アドミンが死体です。はい、間違いなく東谷さんだと言える。ですね。東谷ですか。私停電直前に、アドミンも、私もアドミンにいて、アドミンが3だったんですね。で、停電直前に入ってきた人が1人いて、それが東谷さんって確認してるんですよ。で、停電になって、私はすぐに展望デッキの停電を直しに行き、それで、戻って、死体があったら東谷さんかなと思って戻ろうとしたところで、センターさんが見つけてくれたって形なんで。なるほど、なるほど。すみません、そこまでは正しくて情報が。で、停電、その後ピカクロさんを追いかけて、東谷直しに行こうとしてて、で途中で直ったので、戻って今、武器庫のタスク、奥にいるって感じですね。いや、きついな。なるほど。まあ、でも、僕視点だと、センタンさんがずっと電気室一緒にいたんですけど、殺されなくて、で、カメラ見てて、東谷さんがエンジンルーム右側に走っていくの見えたんで、もう完全に東谷さんですね、僕視点。あと僕が犯人の場合は、東谷さんの位置を把握した上で、このキルはしないといけないですね。アルマさんも一応容疑者位置なんで。そうですね。うんうん、一応私、エロちゃんさんがほぼインポスターで、その死体レポートで追放してるきっかけを作ってるのが私なので、多分、私インポスターだったら、エロちゃんさんを落とす必要性は。大丈夫です。ピカさんとアベレージさんは多分誰も疑ってないです。もうそうですね。隠しろになってるから。あ、オッケー。そしたら、東谷さんはセンターさんのセルフってことか。そうですね。そう。まあただちょっときつそうなので、いやもう無理だなこれ。ちょっとこれ以上の弁明のしようがないですね。まあもし終わらなかったら、うん、タスクを逃げながらやりましょう。はい。いやアベレージさんカメラ見てたんですね。気づかんかった。見てましたよ。ナイスファイトー。ナイスファイトー。急にもらってこんな感じなんですね。急にもらってこんな感じなのか。ね、いい感じのバランス。全然確かに。なんかちょっとね、インポスターも勝てそうななんかいいバランスだった。急にもら楽しかったですね。お邪魔します。ちょ10人目になっても。じゃあ次のパスワード掛けあり村入ってきてるけど、なんか入ってきてる、なんか白い夏目線。あ、出た出た。あ、キックした視聴者さんかな。視聴者さんですかね。皆さんパスワード気をつけてください。あれまた入ってきた。あ、じゃあ泣いちゃった。一緒にやりましょうか。まあ諦めて一緒にやりましょう。でもめちゃくちゃ。切りうまかったのマジで分かんなかったな。ね、あれ結局どこで切るの？カキさんってどこで死んでたの？アドミンの前。もうアドミンですね。もうバリバリ位置を偽装してます。ああ、やっぱ位置偽装か。じゃあバイタルは見てすら。で、バイタルは10秒後に見ました。バイタルを後から見たのは本当で、途中誰ともすれ違わなかったからいけるかなって思って位置偽装したからです。すごい。キル結構むずいなって思っちゃってましたね。まあただ最後が僕停電中だからピカクロスさんに視認されてないと思ってやっちゃったんですけど、見られてた。めっちゃいいキルだなと思ってた。くっそー。副将になる時にギリギリ見えました。ああ、そうなんですね。